はい、どうもー、バチェラー聖騎馬でございます。よろしくお願いいたします。最近もいろいろニュースありますけど、ありますかね、うんうん、なんか暗いニュースが多いね。そうですよね、うん、まあ明るいニュースで言えばね、もう福原愛ちゃんが息子を盗んだっていうニュースしかない。盗んでないから大変ですね。盗んでないし、はい、暗めのニュースじゃない。それもそうですね、だいぶね、高校決さんも言いたいこと言い始めちゃって、なんか面白くなってきたなと思いながら、楽しい、性格悪すぎるよあんた。楽しいなと思いながら、あのニュースはいろいろ分かってない部分が多いから、あんま触れない方がいいと思うよ、はい、そうですか、そうなんですかね、まあ、暗いニュースがある中で、うん、中でもまあ明るいニュースといえば、はい、大谷翔平じゃないですか。あ、大谷翔平すごいですけどもね、今年60本ペースでホームラン打ってるらしいですよ。そうですよね、もうまさにこう、うん、漫画のキャラクターみたいだななんて思いながらね、応援してますけどもね、日々ね、ピッチャーもできて、うん、バッターでも打ててって、はいはい、漫画の主人公みたいだよ ね、これがね、ちょっと私ね、うん、今日はね、大谷翔平選手の幼少期からの経歴調べてきたんで、うん、皆さんにお伝えできればなと思ってきたんですけどもね。確かに高校球児の大谷以降しか知らないから、うん、そうですよね、子供の頃の話聞きたいよ、うん、これがね、うん、あの大谷選手ね、小学生時代はね、うん、まあ、お父さんは野球やってほしかったんだけども、まあ、あの相撲がやりたいって言って相撲をやってた時期あったらしいんですよね。そうなの、もともと野球やってなかったの。そうなんですよ。それがね、ある時ですよ、お父さんがね、交通事故で亡くなってしまいまして、うん、まあ、お父さんのためにも野球頑張ろうかって言って野球を始めたと、そういうね、話があるんですよね。なんか感動的だね。ただね、野球やってたんだけども、うん、中学時代にね、こう試合中に相手の選手を怪我させてしまったらしいんですよね、はいはい、それがトラウマになってちょっと野球から離れて、まあ、柔道部に入ってた、そういう時期もあったらしいですからね、これね。野球やめてた時期があった、うん、そうなんですよ。それ知らなかった、ね、だから柔道頑張ってたら、ある時その相手の選手がやってきて、うん、俺は絶対こう怪我を治してお前と野球で勝負がしたい、大谷お前野球をやるべきだ、そう言われて今の大谷選手につながってくるわけなんですよね、これね。なるほど、本当に漫画みたいなエピソードがあったんだね。感動的じゃないですか、これはね。すごいですね。すごいけど、ここまで笑いゼロだけど大丈夫かな。まあ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 、これ感動をお届けしようかなと思って喋ったんでね。ライブだから感動届けなくていいの、笑いを届けてくれないと。でもまあね、これ聞いたらより大谷選手を応援したくなりませんか、皆さん、ね。まあ確かにね、今の話聞いてよりファンになっておる、うん、ね、大谷よ、頑張れ、うんうん、頑張れ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 、どドカベン！ドカベンじゃねえか。いや、漫画みたいなエピソードじゃなくて漫画の話しちゃってんじゃん。あ、これドカベンの話してますよ。これドカベンのエピソード。ドカベンのエピソードだよ、それ。大谷選手ですよね。大谷選手は昔からよく食べると言われてて、まあいつもね、ドカッと大きな弁当を持って。ドカベンな？ドカベンがなぜドカベンと呼ばれてるかの話だから、それ。そうそう、これドカベンの話。ごめんなさい、ややこしい、ね。漫画の話しちゃダメよ。大谷の話。大谷翔平の子供の頃の話聞かせてくれるんでしょ。大谷選手はね、お父さんも実はプロ野球選手だったんですよ、これ、ね。あ、そうなの？知らないですか？2世ってこと？そうなんですよ。俺それ知らないわ。あ、お父さんもね、プロ野球選手で、ただね、ちょっと戦争中にね、うん、あの気球で怪我しちゃって、ちょっともう野球できませんってなっちゃって引退した、そういう選手だったんですよね。でもさ、大谷って今29歳でしょ。あ、そうですそうです。で、お父さん戦争行ってたって、結構年の差が離れてるんじゃない？あ、まあまあね、離れてますけども、まあそれでね、お父さんの意思を継ぐために、まあ僕はもう野球頑張るよって言って、今大谷選手は野球頑張ってると、そういう話なんですけどもね。なるほど、ね。これがね、お父さんがすごいキャラクター濃くてね、はいはい、エピソードが一個あるんですけども、何何、ある時ね、あの家族でちょっと星見ようよなんて言って外出たんですよ、うん、そしたらお父さんがね、うん、おい翔平あれ見ろと、うん、あの輝く星のようなスターの選手にお前なるべきだと、うん、お前は今からあの巨人の星に向かって頑張る、巨人の星だな。あ、じゃないんだ、巨人の星の話なんだ、あーって何か喋れ、ごめんなさい、サモン豊作みたいな見た目してますけども、ね、分かんないよ、サモン豊作が分かんないですか、巨人の星に出てくるキャラクターなのか、あ、まあ、キャッチャーだからバンチューだからとか分かんないよ、巨人の星、俺3人しか知らないのキャラ、これ分からんす、星、ヒューマ、一徹、お姉ちゃんしか知らないのよ、そうそうそう、ごめんなさい、カンチュー、もういるなんかややこしいさ、日本ね、野球の名作漫画多すぎるからちょっとごちゃごちゃなってますさ、これよくない、いやならないでしょ、普通だからちょっと別の、ね、人の話したいんですけども、他の人、まあ、明るいでば藤井聡太さんなんかもこれ明るいじゃないですか、今ね、藤井聡太今すごいよ、すごいですよね、最年少で七冠達成ですって、まさに漫画の人みたいな感じですけどもね、確かにね、藤井聡太さんもね、実はね、あれ、駒を動かす手って言うんですけども、あ、自分で考えてないらしいですね、実はね、あ、そうなの、あ、そうなんですよ、それダメじゃない、だって不正ってことでしょ、あ、これがね、実はね、ここにね、皆さん見えないんですけど、平安時代の、あの囲碁の名人っていうのがここに、光の五代だ、もう将棋ですらないじゃない、それ、まあ、ジジイがやってるテーブルゲームだったんで、どっちもなんてこと言うの、ジジイがやってるどっかから怒られる、お前は、そう、藤井聡太さんなんですけども、それ七冠達成して、まあその願い事が一つ叶うよって言われて、ギャルのパンティーをくれてて、パーみたいな、ドラゴンボールだな、ドラゴンボール空飛んだりしないだろ、藤井聡太は冠取るたびにここにね、これポツポツポツ作って、こう北斗七星を北斗の剣だよ、ケンシロウだよ、それは最近覚えた特技でね、玉金の皮伸ばしてムササビみたいに飛ぶっていうゲームじゃあ、じゃあ、たーちゃん
たーちゃんは伝わんないよ、もう。ごめんなさい。昭和のジャンプが好きなのかな。ごめんなさい、勘違いしてます。いろいろややこしくなってますね、今ね。藤井聡太全部関係なかったよ、今。ごめんなさい。いや、そんなね、まあ、我々も漫画の主人公みたいな活躍していきたいな、そういう話なんですよ。まあまあ、それはそうだね。うん、だから我々もね、ちょうどハイスクール鬼面組みたいな顔してますから、頑張っていかないと。自虐がすごいよ、いい加減にしろ。ありがとうございます。